全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地のメガネケースです。カルトナージュという技法で作られています。持ち手がない形状のものと、そして持ち手付きは2点あります。本体部分の形は同じなので、こちら678番でまずは詳しくご紹介をしていきます。厚紙に布を貼って作っていく技法のカルトナージュ。こちらメガネケース、しっかりハードタイプです。横からも撮影しますが、このような感じで後ろと底部分です。678番は黄色にグレーの猫の生地。こちらの蓋の下にマグネットが内蔵されてます。なのでこのようにパチンと閉まります。内側を開いてみるとこのような感じです。メガネをセットするときはこの向きでセットしてください。パチンと閉まります。またペンケースとしてお使いになっても良いと思います。普通のサイズのペンですけど、ちゃんと余裕があります。他もご紹介していきます。679番、内側は肉球の柄の生地です。680番、猫が UFO キャッチャーで吊られている生地です。内側ドットの生地、681番です。682番、683番、リアルな猫が可愛い生地です。684番は持ち手付きです。ナスカンでセットするタイプです。こちら取り外しもできます。生地をアップで撮影します。685番も持ち手付き。猫がピアノの鍵盤の上でお散歩する生地です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。